まずはこのビッグバンドからです。ザ・サードカードオーケストラ。
にちは。同志社大学ザ・サードハードオーケストラです。本日は、新開地音楽祭に出演させていただきありがとうございます。すごいいい天気になってすごく嬉しいです。先ほど演奏いたしました曲は、2016年の山の、ビッグバンドジャズフェスティバルでサードハードが演奏したチェンジという曲です。それしか紹介します。オンアルトサックス平岡達希、オンピアノホルテエラ元気、オンギター鈴木新太、次の曲で最後の曲となってしまうんですが、次の曲は、みんな大好きエレクトロデラックスのプレイという曲です。大好きです。私はすごく好きな曲で、もうリズム隊がすごくノリノリの曲で、ソリスト、あ、先にソリスト紹介します。オンピアノフルテエレ元気、オンパーカッション、タッピーこと、上岡和樹、毎回この曲はピアノがもうすごくバチバチにかっこいいソロを決めてくれて、私が一番好きやったのは途中で LINE の着信音って分かりますかね、LINE の LINE 電話の着信音それがよく聞いたら出てくる回があって、私はそれが好きでした。今回何が出てくるでしょうか、お楽しみに。それでは終わります。本日ありがとうございます。エレクトリラックスでプレイです。
音楽祭に来ていただきありがとうございます。今回ですね、このサードハードのメンバーでこのような多くのお客さんに見守れながら本当にありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。世界一音楽祭のイベントですけど、本当にいろんな方とこれからまだまだ、いろんな方が演奏を行っていただきたいと思います。本当にありがとうございました。演奏は同志社大学ザ・サードハードオーケストラでした。ありがとうございました。毎年行われている山野ビッグバンドジャズコンテストで、まあ、上位にずっと入り続けているという常連の、ね、実力派学生のビッグバンドの皆さんでございました。ありがとうございます。この後5月21日には明治大学との対バン。